Chapter 3. あんたが助けてくれたんか。Thanks for stopping me from freezing to death, buddy. ひどい凍傷だ。まだ動かん方がいい。下手に動くと凍傷部位の組織を傷つけてしまう恐れがある。しばらく安静にしていることだ。ババはもう一人男がおらんかったか。探しに行かな。わからん男だな。死ぬぞ。仲間が死にかけてるっちゅうのに寝てられへん。おとなしくしていろというのがわからないのか。素人が雪山に行っても二重遭難するだけだ。面倒事は困る。その馬場という男は私が探しに行く。今面倒事は困る言うてやないか。山にいるヒグマが人間の味を覚えてしまうと厄介なことになる。人の肉を求めて人里まで狩りに出てくる可能性もあるからな。何やと。おそらくあんたを襲ったのは通常の倍ほどの大きさのクマだ。そうだろう。確かに相当でかいクマやったが、ほんまにあのクマが人を食うんか。いや、ま、昔そういう噂もあったということだ。どちらにしてもあんたの仲間がクマの餌になる前に助け出さないと俺が迷惑する。そういうことだ。Gonna rescue you, Baba. You just hang in there, buddy.だが、死ぬならせめて熊の餌にならないところで死んでくれ。そこに着替えを用意してある。古着で悪いが、好きに使うといい。まだ助けてもろた礼を言うとらんかったな。俺は冴島へ。あんたのおかげで死なずに済んだ。If that bear comes back, you can just give it a good punch again. It'll be fine.俺は奥寺だ。This place is now a hideout. Save game, item box, all that good stuff.It's a little village out here.
do I... Oh. Oi, chotto. あんただな。今朝この集落に担ぎ込まれたって人は、ちょっと聞きたいことがあるんだが。あんたは、西名という、この集落で暮らしてるマタギの代表みたいなもんだ。マタギって、漁師っちゅうことか。A whole community of hunters. ああ、もう最近じゃ、マタギなんて言葉知らない者も多いだろうがな。ここは昭和の前からマタギを生業とし生活している連中の古い集落なんだ。それで、俺に聞きたいことっていうのは。Rescue the obvious prisoner. It'll be fine. ああ、それなんだが、またあの新入りがやらかすんじゃないかと思ってな。新入りって誰？奥寺だよ。あんたを担ぎ込んできたあの奥寺藩が新入り？ああ、あんたは知らんのかもしれないが、あの奥寺ってやつはこの集落に突然やってきた流れ者だ。10年ぐらい前に遭難しているところをこの集落の漁師に助けられ、それ以来マタギの真似事をやってる。俺ら土着のマタギは迷惑してるんだ。Been living here for 10 years and you still call him a visitor. 何を気にしとるんや。いや、奥寺が今朝また山に入ったって言うんでな。もしかしたらあの化け物が出たんじゃないかと。化け物？山おろしって言われる巨大な人食いクマだ。普通のクマの倍くらいの大きさがある。Oh, I punched that there. それでもしかして俺を襲ったあのクマのことか？何？あんた山おろしに襲われたのか？あのクマが山おろしなんかどうかはわからんが、おそらくな。奥寺はそのこと知ってるのか？当然や。じゃあやっぱりそれで。こうしちゃいられない。急いで仲間に連絡しないと。急にどうしたんや一体。あんたも命が欲しいなら今すぐ家に戻って戸締まりすることだ。間違っても奥寺のこと追いかけたりするんじゃないぞ。いいな。I'ma do it. That man eating bear. あんた、冴島さんだね。なんで俺の名前を？奥寺さんに頼まれててな。もし2メートル近い大男が集落から出て行こうとしたら、そいつを止めてくれってな。多分9年前の悲劇を繰り返したくないんだろうよ。9年前の悲劇って何やそれ？山おろしに襲われたんだよ、この集落がな。山おろしって例の巨大グマにか？ああ、当時奥寺さんには同じ家に住んでいたパートナーの佐藤という漁師がいてな。その佐藤が山おろしを追って逆に山おろしにこの集落を襲わせる原因を作っちまったのさ。何やと？9年前のある日、佐藤は山おろしの噂を聞きつけ単身狩りに出て行っちまった。そう、あの日も吹雪いていた日だったな。それでどうなったんや？狩りは失敗、佐藤は行方不明、後を追いかけた奥寺さんも重傷を負った。そして悲劇は起こった。この集落が襲われたんやな。ああ、不幸中の幸いというべきか。
死者こそ出なかったが、家屋という家屋は壊され、備蓄していた食料は全て山下ろしに食い尽くされることになった。この集落で生きるマタギにとっちゃ冬は恐怖との戦いでな。一年かけて蓄えた食料を失うことは死を意味する。ほんとあの年の冬は生きるか死ぬかの瀬戸際だったよ。そないなことが。それ以来だ。奥寺さんがこの集落から孤立するようになったのは、毎年冬になると山下ろしのことを追いかけて吹雪の強い日に狩りに出かける。他の漁師の都合なんてお構いなし。もしかしたら奥寺さんは山下ろしを追いながら9年前の復讐を果たそうとしているのかもしれないな。それやったら今日も。いや、今日は野暮用があると言っていたな。I mean, if he wins, then no more man-eating bear in the area, right? とか言っていたが。まあ、いろいろと余計なことを話しちまったが、あんたが雪山に向かっても足手まといになるだけだ。ここは素直に家に戻ってもらえねえか。Nah, I gotta go up there. Yeah, 放ってはおけん。奥寺藩は俺の命の恩人。それに俺も仲間を一人雪山に残してきたままなんや。なるほどな。聞いてた通りの男だな。うん。奥寺さんからもう一つ言われてたんだ。多分あの男は止めても聞かない。ならせめて雪山に裸で飛び込まないよう指導してやってくれとな。なんやと？奥寺藩が？ああ、何の予備知識もなしに突っ込んでいくよりはマシだろうってことだ。で、まずは何から準備したらいいんや？まずは服装だが。あんたは狩りに行くわけじゃない。防寒着としてはとりあえず今の格好でいいだろう。なるほどね。となるとあとは2つ。万が一の時のための食料、それに地図だ。どうやって手に入れたらいい？地図は俺が用意する。I'll draw you a map. 問題は食料だ。どこの家も自分のとこで食うのに精一杯だからな。そらそうやろな。俺が地図を書き上げるまでの間、自分の力で当座の食料を確保してきたらどうだ。事情を話せば分けてくれる人間もいるかもしれない。The bright orange vest and everything. It'll be, you don't need one of those. Oh, okay. Going up the stairs now.もしかしてあなたが山下ろしを見たっていう？ああ、そやが、あんたは？私は仁科の妻、仁科キミヨです。仁科？ああ。この集落の代表をしとるマタギのおやっさんの。まさか山に入るおつもりですか？いや。そういうわけはないんやが。もしかして食料をお探しじゃないんですか？なんでそう思うんや？9年前のあの日を思い出したんです。今のあなたと同じように奥寺さん食料を探し求めていたから。 Nobody's asked me for food in between then and now。 すでに聞いているかもしれませんが、9年前、奥寺さんは友人の漁師さんを追いかけて山へと入っていきました。でもあの日は数メートル先も見えないような吹雪の日。食料もなしに山に飛び込むのは自殺行為とも言えることでした。それで奥寺藩は
食料を探してたんか。ええ、集落を一軒一軒回って頭を下げて。でも誰も流れ物の彼に食料を分けようとはしませんでした。主人はよそ者を助ける必要はないと言ったのですが、私はどうしても不備に思えて。あんたが食料を用立てたと。ええ、きっとそうしないと後悔すると思って。これは。Oh no. 鹿の肉です。 That's upsetting. 今はそうしかありませんが、持って行ってください。せやけど旦那派に見つかったらあんたも。 Don't give me that. 大丈夫です。主人には見つからないようにします。おにぎる。その代わりと言ってはなんですが、お願いがあります。なんや。奥寺さんがどうしてあの熊にこだわり続けるのか、その理由を解き明かしてもらえませんか。Because it's a man-eating bear that keeps attacking your village. 9年前のあの事件以来、That seems like good reason. この集落はおかしくなってしまいました。それまで助け合いながら生きてきた集落のみんなが他人を疑いながら生きるようになってしまって、きっとみんなあの日の恐怖を忘れられないんです。だからそのストレスを奥寺さん一人にぶつけるようになってしまったんだと思います。そういうことやったんか。めったに他人に心を開かない奥寺さんが、あなたには心を開いている。 They call him きっとあなたなら奥寺さんの心の闇を晴らすことができるはずです。どうかこの集落に住み着いた9年前の悪夢から私たちを解放してください。お願いします。わかった。俺に何ができるかはわからんが、この恩に応えられるようできる限りのことはする。お気をつけて。 Hey friend. Yes, I'm ready. I could have shared with youBut I needed you to prove that you really wanted to get some food from somebody else. I mean, you could just say that you didn't want to share. Yeah. Stick to the mountains trailhead today. You probably didn't go too far out, so just stick to the map. And your own notes.Where you start ascending. Take that path when you're coming back as well. Winding blue is the river. Just stick to the river and you won't get lost. Okay. Huh?I should probably go before, you know, Baba's still out there. I need to go on my rescue mission. Holy shit, it's cold out here.On the mountain, your health is constantly going to be draining. Eat some food in order to fight the cold. Stay
Stick to the river. No. Anybody who tries to escape prison with Saejima, things don't work out so well for them. Alright, so I'm just gonna stick to the river then. Because it didn't exactly end well for Hamazaki in 4, and supposedly Baba's still alive out here. I am trying to stay close to the river. Oh. I can crouch. Tracks. Yeah, I don't know how he would still be alive out here, but Saejima seems to be convinced that he is. What is this? Blood. Hope this is not Okuda's blood. Where are you, Baba? Tracks seem to end there. Oh, hello. Baba-chan! Okudera-han! Nani shi ni kita? Baba o tasuke ni kita nya. Anta hitori ni makasete okeru wake nai kara na. There's like a 0% chance of him still being alive. Anta mo kega shitori ya nai ka. まさか、山下ろしにやられたんか？迂闊だった。俺も置いてしまったようだな。それより、その男を頼む。わかった。怪我はひどいが、まだ息はある。すぐに集落まで運ぼう。はあ。早速血の匂いを嗅ぎつけてきやがったら、すぐにここにやってくるぞ。しくじったか。俺は奴を追う。お前はその男を早く集落に連れて帰るんだ。せやけどあんたもその傷。余計な心配は無用だ。もたもたするな。一刻を争うぞ。わかった。Okay. So he hasn't come back yet. Okudera-han, 無事やったか？There we go. なんとかな。発見が遅かった分、あんたより重傷だ。だが、無茶をさせなければ大丈夫。しばらく安静にさせておけ。ああ。そういえば、あのヒグマをどないしたんや。仕留めたんか。Is it dead? いや。No. 吹雪が強くなってきてな。あれ以上深追いしたら戻ってこれない状態だった。そうか。
集落の人に聞いたんやけど、あんた山おろしのこととなると人変わるらしいな。山おろしカルンに人生かけとるって話やけど、なんか理由でもあるんか。狩りってのはな、生きるためにすること、人間の生存本能なんだ。俺たち人間は何千年も前から動物を殺し、その肉を食べて生きてきた。この鍋の肉もそう。俺が買った動物の肉だ。食べるために殺し、殺したから責任を持って食べ尽くす。それが狩猟だ。だが俺にとってあのヒグマは狩るのが目的じゃない。ほな、なんなんや。Teach it to fight better. 俺はあのヒグマを殺すために追いかけているんだ。思えば人間というのは不思議な生き物だ。憎いという理由で人を簡単に殺す。自分が生きるために仕方なくというわけじゃない。だからこそそれは罪として裁かれるべきことだし、それを償うために刑務所があるんだ。だが人を殺したことを悔い改め刑務所を出ていく人間はごくわずかだ。ほとんどのやつは自分がやったことは仕方がないことだと割り切り、開き直って生きている。殺すというのは食べるための、そして身を守るための殺し以外、全てが勝手なものでしかない。殺人者が何を言おうとただの詭弁に過ぎないということだ。あんた、俺が刑務所出てきたこと知っとって説教してんのか。それが自分の過去話してるんか。どっち。どっちでもない。ただ俺があのヒグマにこだわるのは個人的な恨みがあるからだ。つまり俺はただの殺しをするためだけにここにいるという話だな。さあ話は終わりだ。殺した者として責任を持ってこの肉を食ってやろうじゃないか。ああ。Oh, thank you for the 1000 XP. ババ。兄貴。お前、もう動いて平気なんか。ええ、なんとか。そうか。すみません兄貴、足引っ張るようなことになってしまって。俺のことはええ。それよりお前を助けてくれた人に礼を言うんやな。そうなんですか。一体誰に。奥寺藩中漁師のおっちゃんや。ここは山の中にある漁師の集落や。そうだったんですか。まだ完全に回復しとらん。あまり喋らん方がいい。 It is astounding that you're still alive, dude. 迷惑かけてすみません。ちょっと待ってろや。奥寺藩にお前が目覚ましたことを伝えに行かない。 Go let the old guy know that Baba didn't freeze to death. So where did he go? What you doing? Oh, just digging up some meat I buried. Why'd you do that?Well, the ground is just one big freezer. So is there a problem? Yeah.
I think this bear is more likely to attack when he's out there. Interesting. If you're going back out there, you're gonna need snacks. Oh no, stop giving me that. I don't want that. I think I'm gonna go run into the wild again. Repay her for all the food she gave me. So you got a gun? So go talk to him. I mean, if he'll actually let you borrow it. So. In the meantime, I'll look for those clothes. May I borrow a rifle? Oh, you're still here? Didn't I tell you to piss off? I beat up a bear. I'm gonna be fine out there. No, there was death on that day.
He didn't give me a gun, but I don't need one. I got punches. Okay, fine, I'll let you borrow mine then. Whatever. Simple cold wear. Horizontal double rifle. Yeah, Nishina actually did drop it off. That's kind of him. Yep, I'm heading out. Mountain gear. When heading up to the mountain, you'll get special snow gear. Check the equipment screen. Move it to the snow gear bag of the equipment screen. Don't forget to throw. Oh man. Cancel. Item box. Shit, I have to. Do that. I have to switch tabs because the right bumper on my controller is busted, so I have to switch tabs with the keyboard. Oh man. Done sorting items? Yes. Okudera, buddy, let's go home. And not have to shoot anything out here. Please don't tell me you stole that equipment. What a thing to assume. I borrowed this stuff with permission. All right, let's do this hunting thing then, so you can have your mini game. I'll just clean that myself so you don't have to worry about that being a mechanic. I appreciate that. Make yourself small and quiet. Press B to crouch.
Yeah, like that. Press right trigger to reload. Pressing X or by pressing. Okay, I'm gonna have to press X then. I appreciate the secondary buttons. Some animals might try to fight back when you're trying to hunt them, so, you know, be prepared for that. Aim for that boulder. The glowing one. Left bumper to raise. Watch out, Okudera. Oh man, watch out for bears. If you miss your shot on one of those, you are gonna get messed up. And yes, I can defeat a bear in a fist fight. Because I literally did. So here's where we are. And here's the closest hut. Whoops. Doesn't seem like the best camp. Oh, man. Bears must have torn the whole thing down. Yeah. But with a hut repair kit, you could repair this hut. Could be used again. Number of flattened huts on the mountain. You can fix them up, though. And they can be used as checkpoints. Rest at a hut to restock ammo. And health. 2 weeks to continue. You can make an emergency return from a hut. But you'll lose all items obtained during the outing. Ah, man. You can and should sell items you acquire on the mountain. Only source of income in the village is what you manage to hunt, trap, and harvest. So should I keep going up this way? May find tracks, follow them.
Press left trigger to signal companion. Okay. Oh, you have a health bar now too. Well, try not to die, please. Let's keep on following these tracks. Bullet if you hit the head, try sneaking up and getting a headshot. It's like, I fully maxed out Kiryu's taxi driving minigame, but I legit, like, never spent any more time doing this one outside of the, tutorial. Because this makes me sad, I don't want to do this. Sorry. Collect parts of its carcass. Yep, just pick it all up by walking over the poor thing. Meat is taken from carcasses. Some animal parts can restore health. They can fetch good prices. And make sure your health doesn't hit zero out here. Oh, I do too, absolutely. That was not a criticism. Just me making goofs. No, that's like one of the reasons why I just could not get into Red Dead Redemption 2 is because of how lengthy and tedious every little animation is in that game. Among other reasons as to why I couldn't get into that game. Of which there were quite a few. When, like, I still love RDR1. Sorry. Oops. Now, I will gladly take that just walking over the thing and collecting everything at once any day over just extended, tedious animations of, you know, collecting everything.
into the village? Yeah, I'm good. Man, not happy about any of that. The mountain was feeling nice today. Transferring mountain gear. Move it to your inventory. Items you collected are moved to the item box. Transfer the ones you want out. Automatically move to valuables so you can't accidentally waste it. Snow gear has been returned. Just put it all in the item box. Level up. Super triple combo, XXXY. Escape enemy holds more easily. Cool. New skill, ice walk. Raises walking speed in the snow. Nice. Want to repay you for that meat you gave me. Okay. Handed over all that meat. I'll be careful. Am I going back into the cabin? Yeah. Modotta ka. Yōu wa sunda no ka? Ah. Sokka. Nara tsugi wa wana ryō ni iku. Usagi wo totte baba ni sen wo tsuke sasete yarō. Sumasen, aniki. Ore no tame ni wazawaza. Ah. 任せとけ。くくり罠は俺の方で用意しておいた。冴島、山に入る準備はいいか。OK。ああ、準備できとる。I don't wanna hurt no bunnies. I think I can just sell these. Yeah, that's just...treasures to sell. All right, I'm good. よし。それじゃあ出発だ。Truck. No, this guy's a traitor. And sell him the stuff we get out there. I didn't take those other things with me, so I hope I don't need them right now. It's some good animals up here in these mountains. Hmm?
Akudera started living in the village around that time. Yep, let's get going. Then why did I even bring it? I mean, in case there's, you know, we ran into a bear or something out here. So here's how to use snares. And martens and foxes. When an animal steps in this, it catches them. Repair them if they break with repair kits. Have to look for a good trap site, which is where. There are many of those on the mountain. Wherever there are lots of animal tracks, check for tracks. All right. Oh, wow. I am moving a lot faster now in the snow. That's nice. All right. Heck is that? Hmm. Are they just like those glowing thingies? Automatically be marked on the map. Set up a snare right there. Okay. Walk up close. Okay, yeah, that's what these things are. Do it. And make sure you actually collect the trapped game. Don't forget to pick that up. Any traps you set will appear on the map to recover them. Just walk up to them. And that's how it's done. Well, there's another one over here. Putting these down at every site that I encounter, I guess. Yeah, you're getting the hang of this.
Now remember to watch your health out here. Always pack food before you come up here. I will. Dang it. That somersault is also the A button. And seriously, watch out for bears. I cannot stress that enough. There's more than just the one. I know. Dodge their attacks until they give up, or shoot them. Just have to wait until something gets caught in those traps. All right. So should I go back and like investigate them? Or is it really just like, how do I know? I caught a rabbit. Well, that's the tutorial. So now you do it yourself. That's fine with me. A bear? Oh, is it? Oh, it's that bear. I mean, I could just beat him up again. Okay. I'm gonna punch you with bullets this time, bear. I bet I could take him down. This isn't particularly difficult. Oh crap. I missed those ones. Oh,
Hold on. Hold on, Bear. Shit. Oh, I'm sorry, Bear. Did you just get bored? No, you're definitely not fine. Got a rabbit. Sorry, rabbit. Hey, just glad you survived out there. Umai! Umai, umai っすかね、これ。でも、なんつーか、獣肉っぽくない味ですよね。あんまりうまいもんやないな。ウサギの味としか言いようがあらへん。あ、でも栄養はありそうです。だいぶ体力も戻ってきたようだな、ババ。はい、これも奥寺さんと兄貴のおかげです。感謝してます。佐江島、ウサギの毛皮でお前の防寒着も補強しておいた。試しに着てみろ。こいつはあったかいで。そいつを切れば雪山でもなかなか体力が減らんだろう。奥寺はん、お気にな。Special cold wear。お前が命がけで取ってきた獲物だ。俺に礼などいらん。相変わらず素直やないの。まったくですね。なんとでも言え。奥寺藩、どこに行くんや。集落の様子を見に行ってくる。雪で塞がっていた道がどうなってるか気になるからな。お前たちにはまだこの集落を出てやるべきことがあるんだろう。ほな俺が行くわ。師匠を働かすんはあかんやろ。それに奥寺藩もまだ傷が治っとらんはずや。少し休んでもらおうな。なら好きにしろ。Move everything to the item box. New skill, snowman. Less health loss out there. Oh?Yeah, what's up? Something you might want to know about this village. Up past here, there's a little shrine. How strange are we talking?Pretty weird. I mean, sure, I'll go say hi. Yeah.
I don't say that. Nani? Yeah. They're out there. Get involved. Alright. They're spooked of that bear. Yep. And hopefully you're not dumb either. I don't know, we'll see about that. Can I check on the roads, though? Where do I go for that? Road is finally open again. Hey, so the road's open again, apparently. そうか。ババももう大丈夫だろう。すぐにでも町へ降りるといい。せやけど、大丈夫なんか？山下ろしがまだ山ん中、うろついてるんやろ。それはこの俺の問題だ。お前が気にすることじゃない。聞いてもいいか？何をだ？あんたが山下ろしを追い続ける理由や。それこそお前が気にせることじゃない。放っておいてくれ。そうか。I bet you'll tell me if I keep progressing in my minigame. Too bad I'm not gonna. 見たところがある。そんな気がするわ。好きにしろ。このまま月見の絵急ぐのもいいし。なんなら山へ狩りに出てもいい。どちらにせよ。俺に一声かけろ。ああ。I'm ready to go.行くのか。ああ。せやけど、また戻ってくるかもしれんで。あんたが山下ろしを狙う理由、まだ聞いてへんからな。好きにしろ。ほんま世話になったわ。あんたがおらんかったら、俺もババも今頃熊の餌へ。本当にありがとうございました。あんたらがどうしてこんな山奥で遭難したのかは聞かないでおいてやる。これから町に降りて何をしようとしているのかも興味はない。だがこれだけは忘れるな。生き物にとって狩りと身を守ることだけが許される殺しだ。わかったな。肝に銘じとくわ兄貴。それじゃ行きましょう。奥寺はん、ほら。